昨日9月1日気象庁は夏の天候のまとめを発表しました。その中で今年の梅雨入り梅雨明けの時期に関して見直しを行い、近畿と東海の梅雨入りが速報値に比べて約1ヶ月遅かったとしています。梅雨入りと梅雨明けに関して気象庁はそれまで天候経過と1週間先までの見通しをもとに速報値として発表しており、後日春から夏にかけての実際の天候経過を考慮した検討を行って確定値としています。その結果、四国の梅雨期間は確定値で68日で過去最長となり、また梅雨入りが九州北部とともに過去最も早くなりました。近畿と東海は当初5月16日に梅雨入りと発表していましたが、5月下旬から6月上旬にかけては比較的晴れる日があったことなどを考慮し、近畿は6月12日頃、東海は6月13日頃に変更しました。近畿は5月16日の梅雨入りだと統計開始以来最も早い記録でしたが、幻となってしまっています。関東甲信は梅雨入り梅雨明けともに当初の発表と変更はありません。以上、梅雨入りと梅雨明けの確定値についてお伝えしました。ウェザーニュースのスマートフォンアプリでは詳しい雨の情報も見ることができます。ぜひご活用ください。